私は長崎の浦上天主堂にいます。日本のキリスト教会史には大殉教と呼ばれる3つの殉教がありました。これまで江戸、京都のキリシタン大殉教をお伝えしてきましたが、今回がその最終章、長崎キリシタン元和の大殉教をお伝えしていきたいと思います。1614年、徳川家康がバテレンの大追放令を出し、カトリックの宣教師たちや信者たちは国外追放となりました。迫害の嵐の中、信仰しているキリシタンが大勢現れましたが、日本にはまだ25万人のキリシタンたちが拷問にも屈せず固く信仰を守っていました。彼らの信仰を導くため、新たに宣教師たちが殉教覚悟で身を潜めて次々とマニラからやってきました。1620年7月15日の朝、台湾海峡でイギリスとオランダの連合艦隊エリザベス号が一隻の日本船に出会います。マニラを出て日本へ帰る途中だった平山上鎮の朱印船でした。平山は上鎮の洗礼名を持つキリシタンであり、商人に変装した二人の宣教師を乗せていました。連合艦隊はこの船を捕らえ、身元のわからない外国人二人を平戸の藩主松浦高信の前に引き立てます。大官平蔵は二人の外国人を穴蔵に13日間閉じ込めたり、様々な拷問を加えて宣教師であることを自白させようとしました。この二人とはアウグスティノ会のペトロデスニガ司祭とドミニコ会のルイス・フロレス司祭でした。スニガは自分だけでなく日本のキリシタンにこれ以上犠牲者が出ることを避けるために名乗り出ることにし、捕らえられ役人に引き渡されました。フロレスも5ヶ月後自白し、平山や日本人水夫らと共に壱岐の島に監禁されました。この時代、一人の宣教師が捕まると宣教師を家に泊めた主人と家族は火あぶり、隣人はすべて死罪となりました。処刑場は1597年2月5日に豊臣秀吉が26世人を殉教させ、青山と呼ばれるようになった西坂の丘でした。1622年8月19日、二人の宣教師と平山は苦痛を長引かせるためのとろ火による火あぶり、12人の日本人水夫は首を切り落とす斬首と決まりました。朝の9時ごろ、殉教する者たちの行列が青山に向かうと、処刑に立ち会おうと数万人の人々が集まりました。フロレス、スニガ、平山は縄を解かれていたので互いに抱き合い、また天を仰いで神に感謝しました。平山は火あぶりの刑の最中、皆さん、宣教師たちは私たち日本人の救いのために石や木でできた偶像から離れ、真の神様を信じることができるようにイエス様から使わされて世界の果てからやって来られたのですと言いました。役人たちは平山を黙らせようと殴りかかりましたが、私は人間に従うよりも天におられる真の神様に従います。神様が共におられます。キリシタンたちを神様に祈り、ご自身の願いを神様の恵みと憐れみに委ねてください。信仰を捨てた者はもう一度立ち上がり、立ち上がった者は弱ることがないように、救い主イエス様の永遠の愛と憐れみはすべての人々に平等に与えられているのですと叫びました。これを聞いて大勢の帰郷者が再び信仰を取り戻したのです。とろ火による処刑でフロレス、平山、スニガと殉教していく中、群衆の涙と賛美は天に引き上げられていきました。ここは鈴太郎屋敷跡地です。宣教師やキリシタンたちは
牢屋敷に投獄され、厳しい拷問を受けました。しかし、そのような中でも、毎日祈り、賛美し、神様を礼拝して、殉教の準備をしていました。1622年9月9日、大村の牢にいたスピノララ20名たちは長崎に移され、翌9月10日、処刑場である西山の西坂の丘には25本の柱が建てられました。10万人以上の人々で埋め尽くされた西坂の丘で、スピノラは最後の説教をしました。やがて宣教師たちと一緒に処刑される者たちが到着し、斬首される人たちから処刑は始まりました。こうして30人の首が宣教師たちの前に並べられました。スピノラが賛美歌を歌い出すと、他の宣教師や群衆たちも歌い出しました。そして長崎奉行の長谷川に、私たちは日本人のすべての魂の救いのために来日しました。その保証として今日ここに命を捧げますと言ったのです。またこれから火炙りになる者たちのことを思い、私たちの中で誰かが苦しがっても驚かないでください。当然のことですが、肉体は弱いのです。苦痛を感じるでしょう。しかし私たちは天地を作られた全能なる神様に信頼しています。私たちは神様の愛と恵みの光の中で、この苦痛に耐える力が与えられるのです、と言いました。こうして子供8名と外国人神父9名を含む55名の殉教者たちは、神様からの耐える力が与えられて殉教していきました。この出来事は1622年9月10日、元和8年8月5日、この日を記念して元和の大殉教と呼ばれるようになりました。元和の大殉教の後も殉教時代は続きました。1622年、元和8年だけで120人の殉教者がいました。このような激しい殉教の報告がマニラに届くと、各修道会の修道者たちは競って日本へ行くことを願い出ました。ドミニコ会の管区長は、救いは永遠のものであり、帰郷者たちには立ち返りを、未信者には信じて希望を持たせるために命を懸けて日本に行き、日本人の魂を救うことは神の摂理であると言ったのです。修道者たちの日本へ行き、真の神の愛と救いを伝えたいという熱い思いは誰にも止めることができませんでした。ここは西山とも呼ばれていた西坂の丘殉教地です。この場所はペテロ・バプチスタ宣教師を含む26人のキリシタンたちが公に初めて殉教した場所でもあります。その後、多くのキリシタンたちがこの場所で殉教して天国へ帰っていきました。これまで江戸、京都と元和の大殉教をお伝えしてきましたが、今回のこの長崎が最終章となりました。リバイバルは殉教者たちの祈りと流した血の報いの時です。時が来てリバイバルはすでに始まっています。殉教者たちの蒔いた種が30倍、60倍、100倍となって、今多くの実を実らせています。さあ、収穫の時です。